ブローニャ、あと700年は待ってもいいって言ってたよね。タンコ、一番長生きできる人間って何歳まで生きられるの？無限にだ。だが、そんな存在はもはや人間とは呼べない。聞いてみただけじゃん。そんな冷たい言い方しないでよ。就任式は無事に終わったわね。まさかあんなに仮想部の人たちが聞きに来るとは思わなかったわ。それにみんな新たな守護者を支持していた。ブローニャは彼らにいい印象を与えられたみたいね。その可能性はあるわね。あの二人は用意周到だから。二人がブローニャを認めている以上、遅延に付き従う人たちも疑問は持たないはずよ。もちろんいたに決まってるでしょ。ただ人混みの中に紛れてたの。あんたたちが私に気づかなかったってことは、目標は達成ね。私は自分なりのやり方でブローニャの安全を守りたかったのよ。彼女は私が隣に立つことを望んだけど、離れたところにいた方がいいと思ったの。そもそも私は大勢の視線を浴びることに慣れてないしね。当然でしょ？仮想部にいた時から私には分かってたわ。離れる？こんなに早く？少なくとも状況が安定するまで、あと数日くらいはって思ってたんだけど。ああ、なるほど。あんたたちを待ってる人がいるのね。それで、これからも旅を続けるんでしょ？残念。もっと時間があったら、私の知らないような話を聞かせてもらおうと思ってたのに。どうやら、それは次の機会になりそうね。無理だなんて言わないでよ。私は信じてるの。あんたたちとはいつかきっと再会できるってね。就任式は無事に終わったわね。一歩一歩泥に足を取られることを恐れて下を向いて歩いて。ブローニャ、あと700年は待ってもいいって言ってたよね。タンコ、一番長生きできる人間って何歳まで生きられるの？無限にだ。だがそんな存在はもはや人間とは呼べない。聞いてみただけじゃん。
正当な剣撃会って聞いたことあるか？ここ冬の日到着。写真写真。あれ、ペラとフックちゃんがいる。二人も写した方がいいかな。よし。氷の塊のようですが、これは地髄結晶を削って作られた記念碑ですから。はあ、地髄か。ここに親父がいないのが残念。絶対いい値段で売れるのに。なんと言えばいいのでしょうか。この地髄は非売品だと思います。写真？私に見せろ。同意なしに他人を撮影することはベロブルグでは違反行為であることをお忘れなく。ん？あなたの撮影技術、なかなかの腕前ですね。それに画質もすごく綺麗です。わあ、この写真ってすごいんだな。私にくれるの？気に入った。はい、どうぞ。これをうちからの選別だと思ってね。次はどこに行こう。そうだ、戻ってきてからセーバルに会ってないよね。からくり工房に行ってみようよ。
人ぞ知る問題だ。誰？ノックもせずに入ってくるなんて礼儀が。おお、あんたたちか。早くこっちにおいで。ちょうどクララとあんたたちの話をしてたんだ。また会いましたね、お兄さん。セイバルお姉さんの工房は本当に面白いです。宝物がいっぱいで、クララここ大好きです。クララってば、本当に可愛いんだから。喧騒者の家の口を開けばおばさんおばさん言ってくる子たちとは大違いだよ。いやいや違うでしょ、うちらは記念写真を撮りに来たんだってば。写真を撮る？ファンに会った時だけに起きるイベントだと思ってたけど3人のためなら無料でサインもしてあげよう。写真を撮る、思い出しました。まだ小さかった頃、スバローグもクラーラの写真を撮ってくれたことがあるんです。おいでクラーラ、もう少し近くに立ってお姉さんがいいポーズを教えてあげる。おお、いいじゃん。私のライブに来るカメラマンにもあんたの半分くらいの腕前があればよかったのに。え、クララこんなに背が低かったんですか？もっと高いかと。大丈夫だよ、栄養さえ取ればクララちゃんもタンコみたいに大きくなれるから。今のは聞かなかったことにしておく。この写真は二人にあげるね。うちら列車組からの選別ってことで。もうここを離れるの？分かった、この写真はしっかり保管しておくよ。後であんたの分も複製してあげるね、クララ。ありがとう、セイバルお姉さん、お兄さん、ミツキお姉さん、それからタンコお兄さん、今までありがとうございました。
これからの旅でも皆さんが無事であることを祈っています。時間があればまたクラーラとスバローグに会いに来てくださいね。写真も撮ったし、街を歩き回るのも疲れたし、次は…次はゲーテホテルでぐっすり寝ないとね。列車に戻ってからにしろ。やだ！だってこの前は豪華な部屋に泊まれたのに、あの悪女にはめられたじゃん。悔しいと思わないの？ほらほら、一泊だけだって。姫子も幼児ちゃんも余裕のある大人なんだから、それくらい待ってくれるよ。それにせっかくベロブルグが賑やかになったんだし、もっといろんな人と話してみたくない？うちはまだまだここにいたい。これは知る人ぞ知る名前だ。就任式が始まる前にブローニャから知らせが届いたんだ。彼女はベロブルグの北部で起きたことを教えてくれた。性格のこと、それからカカリアの犠牲についても。でも実を言うと、彼女は何か隠してる気がするんだよね。私の知ってるカカリアは、あいつはそんな急に心変わりするようなやつじゃない。でも安心して、深く追求するつもりはないから。ブローニャだって十分に考えた上でこの言い分を選んだんだろうし。ただ私にとって性格っていう、かつて心血を注いだテーマが消えて、胸にぽっかり穴が開いたような感じがするんだ。カリアは少なくとも偉人として多くの人の記憶に刻まれる。それも悪くない。就任式が始まる。でも
寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。これで8皿目だぞ。ふん、味は普通ね。天気が。気がつけばあれから十数年も経ったんだね。またホテルのロビーで会えて嬉しいよ、ゲーテ兄さん。信じられない。前に君をホテルに招待した日のことがまるで昨日のことのようだ。年を取ったせいか最近は思い出せないことも増えてきたというのに、あの日の記憶だけは日に日に鮮明になっている。上下の交流が再開したからにはあたいたちも接客の経験を共有しないといけないね。もちろん、もちろんだとも。上層部からの客が途絶えたら君の商売が立ち行かなくなるんじゃないかとずっと心配していたんだよ。レストランが健在なのは君の素晴らしい経営手腕のおかげだ。それは褒めすぎだよ、ゲーテ兄さん。実は今レストランを改装している最中なんだ。それが終わったら必ず招待するからね。気がつけばあれから十数年も経ったんだ。
の終わりには君を悩ませてきた全ての謎が解き明かされるの。そうですよ、あの時は本当に危なかったんですから。この散歩が起点を聞かせたから良かったものの僕が主役を務める必要はない。そうでしょ、僕たちは仮面をつけたピエロに徹していればいいのです。請求列車の方々は僕が想像していたより興味深い存在でした。あなたも気に入っている？本当ですか？それは傑作ですね。いえいえ、まだここを離れるつもりはありません。え、イプシロン、あんな贅沢三昧な場所のどこがいいのですか？人間性を尊ぶ快楽を体現することこそ最高の快楽である。これこそが面白いというのに。はい、今日はここまでにしましょう。僕の代わりにパブの皆さんによろしくお伝えください。それから散歩の次の舞台をお楽しみにの一言もお忘れなく。では僕はひとまずカーテンコールに答えてきます。この物語をあなたに捧げます、親愛なる読者様。少しでも楽しんでいただけたでしょうか？もしそうでないのなら、散歩はとても悲しいです。列車に戻る時間だ。ナノとタンコを探そう。よく眠れた。うちは元気いっぱいになったよ。え、何それ不吉じゃん。カレンダーを見てみようよ。もしかしたら今日は旅立ちに向かない日なのかも。姫子さんからメッセージが届いたはずだ。そろそろ戻るぞ。出発が遅れたらまたパムに小言を言われる。よ、それじゃ荷物とお土産をしっかり持って列車に帰ろう。
気がつけばあれから十数年も経った。寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。セイバルお姉さんはかっこよくてすごくてとっても明るい人。クラーラ、きっとセイバルお姉さんみたいな大人になります。そうすればみんなを、スバローグを守ることができるから。就任式が始まる前にブロイネから。一歩泥に足を取られること。就任式は無事に終わったわね。来たね。はあ、お別れって悲しくなっちゃう。終わらない宴はない。列車に戻ればその悲しみもほとんど消えるだろう。炭鉱から見たうちってそんな白状なやつなの？
終わらない宴はない。炭鉱から見たうちって。優先度？どういう意味よ。あんたにとって仮想部の再建は重要じゃないってわけ？違う。ただ現時点で調達できる資源は限られているから、長期的な計画を立てないといけないの。資源、計画。あんたそんな言葉ばかり使うようになったのね。分かった、もういいわ。やっぱり私一人で下に。感情的にならないで、ゼーレ。ブローニャ、あなたには私のそばに。彼らの旅にはきっとたくさんの困難が待ち受けてるのよね。ええ、私たちが直面する未来よりも厳しいものかもしれない。でも必ず乗り越えてみせる。たとえ今みたいな言い争いが永遠に続くとしても。私喧嘩は得意なのよね。3人ともお帰りなさい。開拓招待の初任務、無事に完了したよ。私とベルトは今回の開拓の旅に参加しなかったけど、結果を見ればあんたたちがどれだけ頑張ったかわかるわ。みんなおめでとう。特にあんた、みんなあんたの開拓者デビューを高く評価してるわよ。もし点数をつけるシステムがあったとしたら、あんたには最高点をつけてあげるわ。まずは列車でゆっくり休んで、ヤリ色6で溜まった疲れを癒すといい。パムは正常に戻り始めた空間に再び異常が起きる前に一刻も早くここを離れるべきだと考えている。俺と姫子も同意見だ。つまりできるだけ早く次の目的地を決める必要があるということだな。ああ、これが七死人の運命ってやつなのかな。常に前に進み続けて永遠に開拓の歩みを止めない。あ、別に愚痴ってるわけじゃないよ。思いがけない驚きの連続、そういう旅の方がうちらにぴったりだもん。美月ちゃんは七死人としての生き方が気に入ったみたいね。よかった。みんな自分の部屋に戻って休んでもいいし、ここでコーヒーでも飲みながら休憩してもいいわよ。お互い気心の知れた仲だもの。好きにしてちょうだい。俺は部屋に戻る。はあ、炭鉱は相変わらずか。開拓が終わるたびに今回は少し打ち解けられたかもって思うんだけど。無理に打ち解けようとする必要はないわ、美月ちゃん。それにこれは私の意見だけど、炭鉱はあんたたちと過ごす時間を大切にしていると思うわよ。あ、そういえば大守護者との最後の一戦、それから性格の現状についていろいろと聞きたいことがあるんじゃない？あんたたちがいない間に私とベルトで観測した結果をまとめておいたの。もし疑問を晴らしたいと思っているなら、私たちと少し話をしましょう。ただいま。こんなに長く列車が止まってたんだから、きっと姫子も幼児ちゃんも待ちくたびれてるよね。次の目的地はどこなんだろう。すっごく楽しみ。
リスナーの皆様、こんばんは。スターピースラジオの時間がやってまいりました。こんばんは。孫悟を司るクリフォトの巨大なハンマーがゆっくりと振り下ろされ、全世界に響き渡り耳をつんざく。博識学会星空生態学派による発表です。琥珀2157期が終わりを迎え、琥珀2158期が到来しました。新たな琥珀期においてもスターピースカンパニーはこれまでと変わりのない銀河系の平和的な共存と交易の繁栄をお約束します。カンパニーは決して初心であり、最初で唯一の原則を忘れません。全てを琥珀の王に捧げます。続いて共に琥珀2157期の出来事を振り返っていきましょう。琥珀2147期から発生するようになった奇妙な現象、性格がもたらした汚染は依然として続いています。性格は文明間の道を塞ぎ、かつて琥珀の王の運命のもとに団結した世界を分断しました。しかしスターピースカンパニーは10琥珀期もの間世界を再びつなげるという目標を掲げ、諦めず努力してきました。博識学会の協力のもと、私たちは性格の汚染を回避する技術を手に入れ、113もの星系で実験を行い、喜ばしい成果を上げました。銀河は果てしない広さを誇ります。しかし私たちは孤独ではありません。過去に落ちたアイオン、開拓のアキビリがかつて乗っていた星球列車がまた走り出したのです。アキビリの意志を引き継いだ若き七し人たちは、星と星の間の航路を再び切り開いて990期前の第一次繁栄を再現すると語っています。この場を借り、私たちはスターピースカンパニーを代表して星球列車の開拓者たちに心からの祝福を送ります。宇宙の人々が性格に悩まされる中、新たに登場した悪の組織性格ハンターがあちこちで混乱を招いています。以前にもお伝えした通り、性格ハンターは天才クラブのスクリューガム星に侵入し、主であるスクリューガムと衝突したことがあります。最新情報によると、彼らが最後に出現した場所は泉州のラフトのことです。カンパニーの駐在員はラフのケーゲン将軍に回答を求めましたが、未だ正式な連絡はありません。性格ハンターは数多くの罪を犯しています。彼らが忠誠を誓っているアイオンは未だに謎が多い上に、各メンバーが一つの星を滅ぼせるほどの力を持っているため、極めて危険な存在であると言えるでしょう。性格ハンターのメンバーと思われる人物に遭遇した場合は、相手を刺激せずすぐにカンパニーに通報してください。有益な情報を提供してくださった方には多額の報奨金をお支払いいたします。多くの派閥が宴の星ピノコニーからの招待状を受け取っていることは周知の事実ですが、そのファミリーが銀河の各派閥を正式に招待したのは初めてのことです。スターピースカンパニーも招待されており、戦略投資部の部長であるダイヤモンド氏はファミリーの真意を慎重に検討し、積極的かつ友好的に対応すると述べました。私たちは銀河系にいる者たちが手を取り合い肩を並べ、美しき故郷を守り、悪の侵攻に立ち向かうことを望んでおります。絶滅大君フーエンがティアヌア星系に現れました。トムライ霊人の情報によれば、この星はすでに壊滅したそうです。全ての銀河で猛威を振るっている反物質レギオンが引き起こした異変と破壊は計り知れません。カンパニーは皆さんに孫悟の意義を重視するようお願いしております。心霊通信のオペレーターと連絡が取れる全ての星は、検証者が提供するスターピースガイドを無料で請求することができます。琥珀2158期の始まりにカンパニーは誇りを持ってお伝えします。
天才クラブの著名な学者であるミス・ヘルタが正式にカンパニーと長期的かつ友好的な提携契約を結ぶことになりました。カンパニーと提携し、琥珀の王の宇宙を損護する天才は会員番号22番のリルタ、会員番号56番のイリアス・サラス以来となり、ミス・ヘルタは3人目です。今回のラジオは以上となります。次回のスターピースラジオもお楽しみに。本日もお聞きいただきありがとうございました。ありがとうございました。測定中じゃん。邪魔をするでない。Come with me, take the journey. The way to celebrate.列車は開拓の運命を歩みながら、いくつもの奇妙な世界を通過する。
そして活力に満ち溢れた生命たちと出会い、美しい物語を見届ける。宇宙は果てしない。私たちが星の海を渡って出会うことができたのは、奇跡みたいなものよ。言葉を交わして、お互いを理解して、一緒に旅をする機会を得られた。この美しい確率は、運命としか言いようがない。あんたが私たちの仲間になることを選んでくれて、本当に嬉しかったの。だから、もし旅の途中で芽生えた疑問があるなら、ちゃんと答えたいと思っているのよ。そうね、オカメ八目っていう言葉もあるし、傍観者として答えを探す手助けができるかもしれないわ。孫悟のクリフォトは冷たいアイオーンよ。カンパニーみたいに熱狂的な信者にならない限り、かの神の力を分け与えてもらうのは難しいと思うわ。孫悟という強い執念のもと、ベロブルグの剣僧者は数百年もの時を耐え抜いた。でも烈海の浸食が深まるにつれ、もともと脆くなっていた信仰に亀裂が入ってしまった。あの大守護者カカリアは、おそらく完全に孫悟の運命を放棄したんでしょうね。そんな彼女とは対照的に、あんたはあの戦いで揺るぎない孫悟の意志を見せた。その結果、クリフォトはあんたの強い願いに応えてくれた。あんたが大守護者の武器を震えたのも、あの巨大な機械を操れたのも、きっとアイオーンの一別のおかげよ。大したことじゃないわ。私とベルトは今回の開拓に参加していないけど、あんたたちのヤリ色シックスでの活躍は全て見ていたの。仲間なら助け合うのは当然。特に私たち七死人はね。たとえ遥か遠く離れた場所にいても、列車は常にあんたの強い味方よ。そのことを忘れないで。それならはっきりしてるわ。正確よ。私の分析と推測から考えると、あの大守護者は以前から性格による精神的な侵食を受けていたはず。その後に起こった悲劇は全てそれが原因でしょうね。愚かな人であると同時に、かわいそうな人でもあると思うわ。もし私やあんたが彼女と同じ立場だったとして、日に日に衰退していく都市を目の前にしても、脆い信仰心を握りしめて揺るがずにいられたのかしら。もちろんいいわよ。時間はたっぷりあるもの。それに関してはベルトの方が詳しい分析結果を示せると思うわ。でも私の考えを知りたいのなら、正直とても難しいと思う。可能性がないわけではないけど、その過程は非常に厳しいものになるでしょうね。報告によれば、ベロブルグの新たな守護者は真の通った聡明な若者なんでしょ。でも何より重要なのは、彼女が今回の旅で不要な甘さを捨てたということよ。彼女のそばに堅実で公正な支持者がいるのも幸運ね。でも運命は予測できないものだし、往々にして不条理だから、彼らが生きている間にある程度ヤリ色シックスの繁栄を取り戻せたとしても、宇宙に潜む無数の脅威に対して彼らは依然として弱く無防備よ。私たちはただ遠くから彼らのために祈ることしかできないわ。
性格を破壊することは不可能に近いの。ヘルタでさえ性格の構造を完全に破壊する方法は見つけられていないし、そのエネルギーが溢れ出さないように抑制する条件を整えることしかできなかった。大守護者が敗れたことで彼女に力を与えていた性格にもほころびができたから、私とベルトもそれを抑える機会を得られたけど、列車にできるのは性格を抑えることだけ。そしてそれは根本的な解決にはならない。でもこの星の人々が一息つくのには十分な時間のはずよ。どういたしまして。それじゃあゆっくり休むのよ。あんたにはその権利があるんだから。初めての開拓の旅が無事に終わったわけだが、何か感想はあるか？喜びや苦しみ、充足感や後悔といったものは旅の中では表裏一体だ。開拓の運命を歩むのであれば、こうした感情は慣れるまでついて回るだろう。どうやら俺に聞きたいことがあるようだな。何でも聞いてくれ。ちょうど誰かと話をしたいと思っていたところなんだ。いくら姫子が饒舌とはいえ、そろそろ話題が尽きそうだったからな。おそらく無理だろうな。以前メッセージで送ったように、性格がヤリ色6に与えた影響はあまりにも大きい。当分の間、ベロブルグの人々は最悪と戦い続けることになるだろう。しかし勝利の天秤は人類に傾いている。なぜなら君たちが希望という名の重りを皿の上に乗せたからだ。希望を見くびってはいけない。色も形もなく触ることもできないが、それには無限の可能性が秘められている。同じように撒かれた種だとしても、性格よりはるかに強力なものだと俺は考えているんだ。そうか、君たちは正しいことをした。無知の中で楽観的に生きていくより、知識の重みを背負いながら前に進んだ方がいい。今でも覚えている、常日頃から常識を凌駕する脅威に直面していた世界のこと。そこに住まう人々は知恵と勇気を持って幾度も故郷を危機から救っていた。これこそが平凡で偉大な惨禍だ。ヤリ色6の人々も経験の中から同じ精神を得られるように願っている。本当は俺も君たちに同行したかったんだが、姫子が君たちだけで行かせると譲らなくてな。君たちの行動はずっと列車の中から観測していた。何度も手に汗を握ったが、君は信頼できる仲間を得て困難を乗り越えていった。これは称賛に値する。姫子は俺と違って終始冷静だった。若者の決断を信じろと何度も彼女に言われたよ。彼女に比べて俺は大きく構えていることができなかったんだ。君との会話は得るものが多かった。
さあ、もうすぐ旅が再開する。今のうちに休んでおくといい。車掌さん、たった今。キシー、正規の安定率の測定中じゃ。邪魔をするでない。ちょっと、冷たくない？空間パラメータ、正常値に回復。正規の安定率 56%、 57%、 継続して上昇中。運行環境が敷地に達した。発射を許可する。ふう、二人ともよく戻ってきた。開拓任務は無事に終了したようじゃな。列車組の一員としてお前たちの貢献に感謝しておるぞ。お前たちのおかげで空間の異常は徐々に回復、正規の安定率も合格ラインに達しておる。列車の車体もこの俺が隅々まで点検した。全箇所異常なしじゃ。気にするな。ヤリーロ6には珍しい特産品はなかったはずじゃからな。それにお前にとっては今回が初めての開拓任務、特別に許してやろう。次も忘れたら許さんけどな。次の目的地は航路会議で発表する。ワクワクしながら待っておれ。ああ、そうじゃった。ほれ、持っていけ。こぼさないように気をつけるんじゃぞ。ありがとう、車掌さん。今すぐじゃ。空間の異常が再び発生する前に急いでここを離れ、安定した空間に入る必要がある。安全のため全ての乗客は席に座るように。立ち上がって移動するのは列車が安定した速度で走行するようになってからじゃ。よし。
Till we meet.